はい、皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。タロット歴24年目のモーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。少し私の声が聞きづらいかもしれないんですけれども、申し訳ありません。機関車が弱くてあまり大きな声が出せません。できるだけ分かりやすくお話お伝えできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、いつも見ていただいている皆様、どうもありがとうございます。なんか最近というか前から私自身感じていたことなんですけれども、コメントがね、皆様のコメントがとてもね、こう優しさにあふれてるんですよ。最近ちょっとね、ほとんどと他の方の例えば動画だったり自分の趣味の動画とか見る時間がないんですけれども、別にこういうことは比べなくてもいいとは思うんですけれども、温かいメッセージ、優しいメッセージが多いなととても感動しております。改めて本当にありがとうございます。とても感謝しております。そして引き続きのお知らせなんですけれども、とにかく個人鑑定、電話鑑定、いわゆるメール鑑定両方 G メールから受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。お支払い方法は申し訳ないんですけれども、今は PayPay しか扱っていないんですけれども、よかったらまずお問い合わせください。はい、そして今日はリクエストリーディングです。こちらもYouTube のコメントでいただいてたんですが、いわゆる見ていただいているあなたにとってどちら A の人 B の人どちらが本命どちらが運命の人っていうことを見ていきたいと思います。このいわゆる A さん B さんっていうのは、いわゆるあなたが思う A さん B さんで大丈夫です。実際迷っている人いるかもしれませんし、例えばなんですけれども、新しい彼と前の彼とかですね、例えばこうもういろいろな見方可能かと思いますので、はい、今回も3択でさせていただきます。一番左がグリーン、真ん中がパープル、そして一番右の白、左から1番2番3番です。じゃああなたにとってどちらがいいか、どちらが運命の人か、どちらがご縁があるか、そういう見方を2種類のルノルマンカードを使って今日もね動画を撮っていきたいと思います。はい、それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、1番の方お待たせしました。左側が A の方、右側が B の方、あなたにとってどちらが運命の人か、どちらを選んだら幸せになれるのか。はい、今回はっていうかこういうの初めてしたんですけれども、とてもね分かりやすいですね。これはね B だと思います。このお相手の方、とてもね家庭的です。そしてとても優しいです。家庭思いです。そして案外センスもあって優しい人、健康もいいんじゃない、健康な方なんじゃないかなと、家庭を大切にしてくれる人、そういう気がしますし、結婚につながるのかなとかね、お子さん恵まれるのかなとか、すごく深いご縁、これがね B の方感じます。それでね、じゃあ A の人はどうかっていうとね、多分ねあなたは A の人の方がもしかしたら好きなのかもしれない。でもね、よくねこのルノルマンカード見ていただく方わかるかもしれないんだけど、ほら蛇が出てるの、あなたの上に蛇が出てます。そしてねこれ鞭も出てるんですよね。でね、私この男性って言っちゃいけないんだけど、ね、見ていただいてるのが男性も女性もいるんだけど、でもね、特にこの男性なんかね、言葉がねちょっときつかったりとか、言葉の暴力とかね、まあでもね、ないとは言えないんだけど、ちょっとカッとなったら暴力的になるとかね、なんかね、そういう要素、いわゆるこう感情的に不安定、その要素もなんかちょっとねあるような気がするんですよね。で、なんといっても女性の影があるのかなみたいな、そうするとね、やっぱりこう A の方と B の方全くタイプが違うと思うんですよね。確かに、どちらもねかっこいいのかなね、こう綺麗だったりかっこよかったりっていう、それはあるような気がするし、まあね、星も出て、こっちに月も出てて、まあ似たようなカードは出てはいるんですが、なんかね、こちらのね B の人の方がとにかくね穏やか、優しい、なんかこうムラがないですね。感情のムラがなくて健康で安定、もうそれがすごく出てますね。こちらはこう、なんていうのかな、楽しかったりはすると思うんですよ。刺激的で楽しくて、なんかねちょっとこう、例えばなんだけど、少しこう背伸びした恋って言えばいいのかな、ちょっとこう、例えばこうなかなか行けないようなレストランにね、例えば連れてってくれたりとか、そういうこう夢を持たせてくれるようなところもこの A の方ってあるのかなとかね、お金の面とかでも案外使ってくれたりとかね、する可能性もあるのかな。でもね、ちょっとねこのあたりがやっぱ気になるよねっていう、だからね、 A と B どちらって言われたら、私はこの1番の方はこのね B の人をおすすめします。もしよかったら参考にしてください。はい、これが1番の方です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、2番の方お待たせしました。A の人、B の人、どちらを選んだら幸せになる？どちらが本命ということで、ルノルマンカードを出させていただきました。左側が A です。右側が B です。B ですねもうね、圧倒的に B の方ですね。 A の方ね、この人ね、婚外恋愛、複雑な恋愛の人なのかなっていう気がするんですよね。そしてね、この A の方のね、ちょっとね人間性に少しね心配になっちゃう。なんかこの方自身がね、まあハードワーク、まあ一生懸命お仕事頑張る方かもしれないんだけれども、その分ストレスが非常にあるのかなっていうことと、あとね、ちょっとね気分屋なところとかがあって、言葉の暴力とかね、なんかねちょっとね DV 的な要素がね少しね見え隠れするんだよね。で、この人との縁がどう言えばいいかな、山と雲と蛇、木も出てるからね、なんか先行きがね非常に困難が多いよねと、もう目に見えてなんか大変さ、すごい大変だよね、困難な道だよねっていうのがなんかもうすごく出ている気がする。で、今すでにもう複雑な恋愛とかね、婚外恋愛で、蛇も出てるしね、もう本も出ててみたいな感じの可能性もすごくあるし、それだけじゃないんですね問題が。もしかしたらそれが問題だからこそ、先行きが非常にね大変そうな、もう本当にねこれねすっごい時間かかってむちゃくちゃ大変そうな気がするというのがねまず A なんですよね。ただこの男性、確かに女性もそうなんですけど、性格もね明るかったりかっこいいところとかがあってっていう魅力的な部分、それはね、確かに見受けられるんだけれども、むちゃくちゃ大変そうです。 A の人を選んだらね。じゃあ B を選んだらどうなのっていうと、まずも中心カードがリング。なんかこの本とリングってすごい大きな違いのような気がする。もう本っていうと日陰、いわゆる私はもう別に不倫がね、いいとか悪いとか肯定する否定するっていう意見はもう全く持ってないです。もうね、好きになることとか好きになったからこその苦労とかもね、皆様おありと思うので、別にそこを私は全く言うつもりはないんですけれども、ただ中心カードがね、このいわゆる本、秘密の関係、複雑な関係で、こちらの B っていうのがリング、いわゆる結婚とか婚約とかね、そういう風なのが出てるから、まずここの中心カードもすごく大きい違いがある。そして子供でしょ、ハート、クローバー、星ね、魚、ここでも本は出てるんだけど、ここ中心ではないし、左下ここに出ていて、あとは鳥と船っていう風な形なので、この関係っていうのは本当にやっぱり動く、動いていくっていうのは、それも動くっていうのも結婚のご縁とかね、もう結ばれるよねっていう縁、なんかこう明るいですよね、こっちの方がカード自体がね。だからね、例えばね、結婚してとか、結婚しなくても結婚する約束とかね、そういうふうな、なんかこうお互いにこう本当心から求め合うような、そういう関係で、なおかつもう愛し合ってむちゃくちゃ幸せで、そしてこうね、2人の夢かなって、なんか新婚旅行とか旅行とか行くのかなとかで、お子様にも恵まれるのかなとか、なんかね、そういうこう、なんだろうな、明るいんですね、こちらの方が。なので、じゃあ A の人 B の人ってね、もしあなたが悩んでいらっしゃるのであれば、もう B ですね。もう B って言いたいぐらい、強く言いたいって感じで。そうだな、穏やかだと思うけどな、この B の方。約束もね、きちんと守ってくれて、案外稼げてると思いますよ、この方も。なかなか金運もある方かなと思うし、A の人もね、あるんですけどね、ヘビだからね。なんかね、趣味も合うし、みたいな。なんかね、勉強家のところもあるのかなとか、なんかそういう風に見受けられるので、A か B かって言ったら、私は B の人をおすすめします。もしよかったら参考にしてくださいね。はい、最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、3番の方、お待たせしました。カードをね、A の方か B の方かっていうことで見ていきました。はい、中心カード。まず A の方だったら中心カードは木なんですよね。で、B の方であれば中心カードはこの男性のカードが出ています。ポジティブカードと言われているのが、太陽、魚、ライダーかな。いいカードも出てるんですね。で、こちらの方はっていうと、同じくライダー、同じく魚、クローバー、家もいいですね。そうなんですよね。それぞれにいいカードは出ていますと。ただネガティブカードが、こちらがクロスと山、こちらがね、無知、棺桶、蛇、釜っていうことで、案外ね、ちょっとなんかこうね、どちらがいいっていう人にね、女性の影とかがねあっても嫌ですしね、なんかね、怒りっぽい感じがあっても嫌ですし、そうでもね、だからって言ってね、 A をね、こうむちゃくちゃおすすめじゃなくて、どっちかって言ったら A の方かなみたいな。なんかね、A の方時間かかるような気がするんですよね。物事が進むのに。どうなんだろう、まだ経済的に安定してないとか、そういったことがあるのかな、かなと思いました。で、B の方はね、そう、なんか彼がね、お相手の人がこう向いているのは家ですよね。だからもしかしたら結婚願望がね、強い人とか、そういうふうにも通れるし、蛇も一緒に出てるので、もしかしたらね、複雑な恋愛とか家庭がある人なのかなとか思ったりもするんですよね。A か B かってね、どちらって言われたら、どっちかって言ったら A の方をね、おすすめするんだけど、もしかすると運命の人っていう意味ではね、今 A の方が B の方がって見させていただいてるんだけど、もしかしたら運命の人っていう意味では他にもいるのかもしれないね。これから会う人かもしれないし、なんかね、こうすっごいおすすめですよっていう感じのカードではね、正直ね A の方もね違うんですよ。可能性はある。可能性はあります。A の方の方が。A の方の方があるんだけど、なんかこう頑張らなきゃいけないことが多かったり、なんかね、物事がね、まだまだ時間かかりそうなんですよね。だからその分本当に2人でゆっくり時間をかけながら愛を育むっていうのももちろんそれもいいと思うんだけれども、とにかくこう障害、あとね前世からのカルマ的なもの、それもなんかあって、なんでこんなに私たちこんな出来事があるんだろうみたいな、そういったことがある可能性がねちょっと見受けられるかなと。だから C の方、3番の方に関しては、A の方か B の方かっていうと A の方をおすすめはするけど案外大変かもしれないっていうことで、もう少し視野を広げて A の方、B の方、C の方とか、なんかそれでもね、なんか無理に今ね決めなくてもいいのかなっていう気がねとてもしていますね。 A か B かってことでカードからね回答をもらえるかなと思ったんだけれども、ちょっとね3番の方に関しては強いカードはなかったですね。どっちかって言ったら A かなっていう感じで。そうですね。A か B かって言ったら A の方かな。はい。ちょっと若干中途半端なリーディングになってしまったんですが、カードがね、強くちょっとおすすめをしていなかったので、そのままお伝えをさせていただきました。もう少ししたらね、もしかしたら3番の方、運命の人に出会うかもしれないので、それも楽しみにしていただいてもいいかもしれません。はい、これが3番の方です。最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございます。はい、それでは失礼いたします。